最低三期は、新末民発の海軍軍人、政治家。新末は、海軍軍人として活動したが、民国成立後は、政治家に転じ、外交部門で養殖についた。字は、アカルドー。1873年、新朝の手配により、トメベイヨードの第二期生として、アメリカに留学する。コネチカット州ニューブリテンの中学を卒業後、マサチューセッツ州。 ローウェルの機械工場で働いた。1881年に帰国すると、天津水雷学堂に入学している。卒業後は、第口砲台魚雷艇艦隊となる。1894年の日清戦争では、魚雷艇を指揮して、日本軍と戦ったが、負傷して、捕虜となり、大阪で収監された。母国では、敵前逃亡したと噂され、中国に送還されれば、 地形になる交算が大きい状況となったため、ちょうど来日中だったコネチカット州教育局長から、西恩寺金持や大山岩浦有力政治家に働きかけ、解放された。戦後は、水雷停滞司令となった。1910年に参省に昇格した。その翌年には、海軍部軍政指示長となっている。1912年、高等軍事参謀、海軍中将となった。 その翌年には、北京政府の使用、ス務所書使用、ス長総経左権税務所改弁に移動し、以後、政治家として活動することになる。1914年、相当不霊感となった。遠政外が皇帝に即位しようとすると、最低三木はこれに不満を抱き、同じく園に閣議を抱き始めた、霊元広氏や段基随に接近している。 1917年、税務学校校長に任命された。その翌年には、関税改定委員会委員も務めている。1921年、ワシントン会議中国代表団顧問を務める。同年8月には、中国クレナイ十字会副会長に就任した。その後も、関税特別会議準備ところ改弁、様子高水道討論委員会副会長、5.30。 事件中国側調査委員会委員長を歴任した。1926年7月、森鈴系内閣の処理外交総長権、関税会議前権代表に任命されたが、わずか3ヶ月で辞任した。1931年、北平に住居を定め、聖華大学、遠京大学で中国文学について教弁を取った。1935年9月24日、 北平で死去、去年75、ありがとうございます。